こんにちは、柴田です、今朝ですね、ショッキングなニュースが飛び込んでまいりました、まさかのですね、我らがフェルナンデスが、自己破産と、事業停止、破産の手続きへというところで今ニュースになっております。いや、私シーバードはですね、ギター始めるのももちろんフェルナンデスからスタートして30年間ギターを弾いてるんですが、フェルナンデスと共に歩んできたギター人生でございます。ギター系の YouTuber の方ね、たくさんいらっしゃいますけれども、多分フェルナンデスのギター、バーニーのギターを一番使って動画撮ってるのは私シーバードじゃないかっていうぐらい自負しているんですけれども、とにかくですね、フェルナンデスが私の人生を変えてくれて、今もこうしてギターを楽しませてくれているというところで、もう何とも言えない気持ちでございます。まあこれはね、皆さん一緒かと。まあそれでちょっとね、いても立ってもいられなくて、まあフェルナンデスがある埼玉県戸田までですね、もう朝一で行ってまいりました。まあ今はね、ニュースでの情報でしか得てないことばかりなんですけれども、現在のフェルナンデスがね、どういう風な感じなのかっていうのは、ちょっと皆さんに共有できたなというところで動画を撮ってまいりましたので、ぜひご覧ください。フェルナンデスへやってまいりました。突然のニュースだったんですけれども、株式会社フェルナンデス。先ほどライブドアでも記事になっておりましたが、破産手続きがなされていると。こちら告示書になっております。まあ、静まり返った感じで、門はね、開きっぱになっていますね。で、あちらのドアが、フェルナンデスのギターエンジニアスクール。掃除した感じです。で、サイドはですね、窓に幕がされている感じですね。でもこれは普段からされているような感じですかね。いや、非常にショッキングなニュースでございます。もうフェルナンデスと共にですね、生きてきたシーバードとしては相当ショッキングです。いや、ずっと来たかったんですけれども、まあ、今回初めて、来させていただきましたが、まさかこういう形で来ることになるとはと、非常に無念な思いでございます。ちょっと裏側も回ってみましょうかね。駐輪場でしょうか。1台も止まっておりません。綺麗な建物ですね。ここで皆さん学んでいたのでしょう。いや、本当非常にショッキングです。ここもフェルナンデスの敷地だったのでしょうか。